クスノキとは、クスノキか日系族の常緑香木である。別名クス。団地に生え、古くから各地の神社などにも植えられて巨木になる個体が多い。材から小脳が取れる香木として知られ、アスカ時代には仏像の材に使われた。団地で栽培される品種として、宝生がある。食用となるアボカドや葉が線香の原料となるタブノキ。 樹皮が香辛料などに利用される、正論日経は禁煙の種である。和名クスノキの由来は諸説あり、はっきりしないが、香り高く、寿命が長い、クスシイキという意味で名付けられたという説や、南方語由来とする説などがある。一般的にクスノキに使われる、クスノキという字は本来は、中国のタブの木を指す字である。クスノキの枝葉を上流して得られる。 無色透明の個体で、防虫剤や医薬品等に使用されるカンフルから、英語でカンファーツリーやカンファーウッド、カンファーローレルと呼ばれる。木の香りが強く、学名では、俗名がシナモンを意味するキナモムム、種小名は小ノを意味するカンフェラになっている。中国名はクスノキ、またはクスノキ樹という。春の若葉の頃に全体的に赤っぽく見える。 クスのことを特に赤グスと呼び、青っぽく見える方を青グスと呼ぶ場合がある。クスの木の花言葉には方向がある。世界的には台湾、中国、朝鮮のチェジュ島、ベトナムといった団地に分布し、それらの地域から日本に進出した。日本では主に関東地方南部以勢から本州の太平洋側、四国、九州、沖縄に広く見られるが、 特に九州に多く、生息域は内陸部にまで広がっている。生息割合は東海、東南海地方、四国、九州の順に8%、12%、80%である。団地の常緑樹林に生えるが自生かどうかは不明で、人の手の入らない森林では見かけることが少なく、人里近くに多い。かつては天然小脳を採取するため、 日本各地にクスノキが植林されてきたが、合成消農ができるようになってからは、植林樹が放置されて野生化している。古くから寺や神社の境内にもよく植えられており、特に神社林ではしばしば大木が見られ、ご神木として人々の信仰の対象とされるものもある。日本最大のクスノキは、鹿児島県加茂八万神社の加茂のオックスで確認されている中で、 三木州の上では、全樹種を通じて、日本最大の巨木である。また、徳島県三好郡東三好町には、1956年7月19日、文化財保護法により特別天然記念物に指定されたオクスがあり、これは樹齢数千余年と推定され、根回り19メートル目通りの周囲約13メートル、枝張りは東西郷45メートル、 南北境40メートル、高さ約25メートルである。他に、特にクスノキが多い神社として、福岡県海八万宮、愛媛県大山住神社が挙げられる。台湾には、和社神木という世界最大級のクスノキがあり、幹周16.2メートル、樹高44メートルを測る。この木は、太い主観が20メートル以上も立ち上がる他に、あまりない樹形をしている。 上緑紅葉樹。大紅木で高さは8から25メートルほどになり、幹周りが3メートル以上になる巨木が多い。成長スピードは速く、団地で特によく生育し、大きなものは高さ30メートル以上、目通りの干渉位22メートル以上、樹齢約800年という巨樹になる個体もある。樹幹もゆったりと広がって大きくなり、短期ではこんもりとした樹形をなす。 樹皮は茶褐色から暗褐色で縦に細く短冊状に裂ける。若枝は無毛で黄緑色をしている。葉は五生し、表面は緑色で艶があり、裏面は海緑色。葉心は角質で長さ5から11センチメートルの先の尖った卵型から楕円型で表裏面とも無毛。葉園は全園で波打つ。 主脈の根本近くから左右に1体のやや太い、側脈が出る産業脈である。その産業脈の分岐点には1ミリメートルほどの位置、体の小さな膨らみがあり、この内部に空洞があって、葉の裏側で開口している。これを、ダニ室という。春の芽吹きの若葉は、はじめ赤くやがて明るい緑色になり、傭兵が赤色のものと緑色のものがあり、 赤いものが多いと全体として、視覚的に赤っぽく感じられ目につく。葉の寿命はほぼ一年で、春に新しい葉が出るときに、古い葉が一斉に落葉する。柿は初夏で、葉の付け根から塩水果樹を直立させて、直径5ミリメートルほどの小さな花が多数咲く。褐色は、初めは白色であるが、後に黄緑色を帯びる。火変は6個ある。柿は秋。 果実は直径7から9ミリメートル程度の休憩の液化で、はじめは単緑色だか11から12月になると黒色に熟す。果皮の中には直径5から6ミリメートル程度の種子が一つ入っている。鳥が食べて種子散布に預かるが人間の食用には適さない。糖ガは赤褐色をした長卵系で先端は尖り多数のガリンに包まれている。 葉焼きの各部にほのかに甘い芳香があり、小脳の材料になる。団地の半日影を好み、寒さには弱い性質で、土壌の質は、され気度が良く、根は深く張る。植栽適期は3月中旬から4月下旬、6月下旬から7月、上旬、9月と言われ、植え付けは暖かくなった後から9月に行い、剪定は3月下旬から4月に行う。製品の必要はない。 かつては木部を採集してクスの機器と呼び、小脳を採集していた。現代では自然保護の観点から枝葉を採集して、水蒸気上流して、蘇生の精油を採集している。この精油のことを取り下ろし油と言い、さらに生成してできる生成小脳がカンフルである。カンフルを採集した残りの油を小脳油と呼び、これから防虫剤である変納油が分離された。 またプラスチックの前身であるセルロイドの原料としても用いられた。古くからクスノは焼けむりは防虫剤、鎮痛剤として用いられ、作業の際にクスノを携帯していたという記録もある。小脳には防虫効果があり、衣類の防虫剤としてタンスに入れられた。また、剤は耐久性が高く、その防虫効果や巨剤が得られるという長所から、 家具やアスカ時代の仏像にも使われていた。仏像の財具として日本では最初にクスノキが使われている。江戸時代には夏に夕暮れ時にクスノキの葉を焚いてかやりとしたほか、その煙に包まれて自然養生にも良き良しと言えるといった記録が残されている。街路樹は季節感のある落葉樹が好まれる傾向があるが、常緑のクスノキは明るい雰囲気があり、 街路樹や公園樹としての植栽に盛んに使われる。神宮皇后が豊浦宮へ行行した際に、クスノキを植えて日本最古の街路樹とした記録が残るが、正確な時期や場所は特定されていない。クスノキの葉は厚みがあり、葉をつける密度が非常に高いため、近年交通騒音低減のために街路樹として活用されることも多い。庭木に一本立ちで植えられることもあるが、 成長が早く、幹が太くなることから、近年では、庭木としての利用はあまり見られないが、刈り込みにも耐えるため、こまめに剪定すれば都市部の建て住宅でも利用される。明治時代の鉱山などの園外地の調査から、クスノキは、比較的園外に強いことが確認されてきた。対象年間に、明治神宮が造成された際には、各地から県気のほか、景観上必要な場所には、 黒松などが植えられたが、その他の場所の種木については、将来東京でも塩害が深刻化することを見通し、クスキなどが植林されている。材は古木になるほど年輪が入り組んで、材の引き方によって様々な模様の木が現れる。枝分かれが多く直線の材料が得がたいという欠点はあるが、中外や腐敗に強いため、古来から船の材料として重宝されていた。 古代の西日本では、丸木船の材料として、また、大阪湾沿岸からは、楠の木の大木を数本分連結し、原則場も取り付けた古墳時代の船が何層も出土している。その様は、古事記の仁徳期に登場する楠の木製の快速船、枯れ野の逸話からも伺うことができる。室町から江戸時代にかけて、軍船の材料にもなった。 1940年、先人色の強まった日本では、溶剤生産統制規則により特定の樹種の剤について用途指定を実施。クスモキの使用用途については、小農製造に限ることとなった。木部に精油が約1%含まれており、有効成分は主にカンフル50から60%で、あるほか、シネオール約6%、ビネン、カンフェン、フェランドレン、 リペンテンなどである。歯にも、精油約1%を含み、精油成分は、カンフル約50%、サフロール約30%、アルファピネンなどである。蘇生小脳から生成して得られるカンフルは、強心剤として注射薬に使われるほか、神経痛や打撲に用いる軟膏鎮気歯科用、フェノールカンフルなど製薬原料として重要である。民間療法では、 疲労回復、肩こり、腰痛、神経痛、リウマチなどの痛みを和らげるために、陰干しにした葉を布袋に入れて、浴頭量として、風呂に入れる使い方が知られている。また、追加治療1から 3g の木部を 400cc の水に入れて30分ほど煎じ、3回に分けて、服用する用法が知られる。ただし、妊婦への服用は禁忌とされる。 クスノキの葉に二つずつ存在するダニ室には二型があり、入り口の大きいものと小さいものがある。入り口の大きい方には、ケボソナガヒシダニという捕食性のダニが住み込んでおり、これがクスノキの葉を害する、食食性のダニを捕食することでクスノキを守っていると考えられる。他方で、入り口の小さい方には、食食性のフシダニの一種が生息している。 これはもちろんクスノキから栄養を吸収するものの、それ以上の害を与えることはない。ダニ室で増殖したフシダニは少しずつダニ室の外に溢れ、これをダニ室には侵入できないサイズの捕食性のダニが捕食することで、クスノキの木の絵には常にフシダニ捕食性のダニが一定密度で維持されている。特にコウズケカブリダニがこれに働いているらしい。この ダニ室を人為的に塞いで、ダニ室のフシダニやコウズケカブリダニを排除すると、クスノキにとって、有害な虫栄を形成するフシダニが増殖し、多くの葉がコブだらけになることが知られている。したがって、クスノキの葉のダニ室はクスノキに病変を引き起こす、フシダニの天敵の維持に役立っていると考えられている。それも、片方では捕食性ダニのシェルターを提供することで、 もう片方では捕食性ダニの餌になる食食性ダニを育て捕食性ダニを常駐させることでこれを行っていると見られる。この校舎の方法は、クスのキの研究で初めて発見されたものである。県の騎士、特別区の企業生区の木町の木村の木大学の木県の木。ありがとうございます。